ギャバンヒスイとサインチェンズマサの笑う角にはクリーンズ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、ちょっと今日もね声がかすれてるんですが、はい、申し訳ないんですが、はいはい、あの先日マサ君が、はいはい、マトリックスの、はいはい、あのなんていうのかイベントしたじゃない。マトリックスナイトって11月末に、ね、うん、東堂ひろみさんと森三郎さんの3人でやらせてもらいましたけど、あれが参加した人からすごい良かったっていう噂を何人かから聞いたの。何人か嬉しいですね、うん、めっちゃ嬉しい。で俺行ってないから、はいはい、もう、うん、なんか良かったって声がいろいろ入ってくるから、マジすか、一体何が話されたのかっていうのを気になってきた。ちょっと教えてほしいと思って。あ、マジすか。しかも俺マトリックスは映画見てすぐ分かったの。マジすか、うん、何分かったの。もう、はい、さっぱり響きました。深い分かってない人だ分かってない人が言う一言あの深いって言えば何とか収まると思ってなんとか頑張って感じ落とした結果分かったのは深いっていうことだけ、深いってことだけ、深いぞってことだった。深いっていうことだけ分かって、なるほど、どういう話なのかは分からなかった。あ、なるほど、あ、そうだったんですね。3まで見てってことですね。でこの間もね、しんちゃんとこのイベント懇親会でもね、うん、ちょっと盛り上がる話させてもらって、だからね、そのみんなが、はい、何人かね、参加した人が、はい、ああそうだったのかって、はいはい、すごい感動してたから。マジっすか。ちょっと俺映画ね、ワンツースリー見たけど、はいはいはい、どんな話なのかまではなんか今一つ把握できなかったから。あ、マジっすか。ただ分かったことは、はい、深いって言葉が分からなかったことでもうちょっと沼みたいな感じで、ね、深そうだなみたいな。だからちょっと教えてほしい。はい、あ、マジですか。ありがとうございます。あのイベントの時は僕正直ちょっと遠慮したとこあったんですよ、イベント当日、うん、だから僕一番伝えたかったことを実はイベント当日言い忘れちゃったんですよ。言い忘れた。ちょっとあのやっぱりイベントの時ってみんなやっぱりヒロミさんの話を聞きたい、ノリさんの話を聞きたいとかバランスも考えるじゃないですか。ちょっといや俺とかマサ君とかね、ついついバランス考えちゃうんですよ、ね、はい、そうそう、本番打ち合わせはそれねいらないと思 う, そう俺も、うん、自分に言い聞かせて、そう僕も思いました。だから打ち合わせの時僕めっちゃ熱量で語っちゃったんですよ。そうバランス考えてさ、なんか自分を出し切らない時ってある。いや、それね俺一番良くないと思う。あ、そうっすよね。俺も反省すること多々ある。そう、僕ねそれがちょっと、あ、遠慮しちゃったなって自分の中では思ってて、うん、まあ、もしかしたら聞いてる人はあれでも遠慮しちゃったと思うかもしれないんですけど、うん、ちょっとやっぱり次も予定あるんですよ、うん、次回もやりましょうって。だいたい今決まってて、うん、今ちょっと日程調整とかいろいろまた正式にはこの段階では多分このオンエアの時は多分決まってると思う、うん、もう告知されてるかもしれないんですけども、うん、なんでその時はちょっとちゃんと回転しようと思って、あの伝えきれなかったことを今日教えてくださるのね、はい、先生。あ、いいですか。むしろ僕スイッチ入っちゃいますけど、はい、大丈夫ですか。あの、うん、ちょっとなんか言いたいことバーっていう感じになっちゃうかもしれないですけど、うん、あの僕はマトリックスを最初に見た時は単純に映画としてすごいと思ったんですけども、うん、あの後からある程度大人になって、うん、あのいろんなことを心の内側のこととか学んでから見たら、うんうん、いや俺も学んでから見たで感じたのが深い深い分からなかったみたいな。で学んでから見るとすごい本50冊書いてからそうですね、学んでからベッドセラーの字であってから、うん、感じたのが深い深いあんだけ物伝えれる人が分からなかったみたいな、うん、でそう、それで翡翠さんも気になる話で感動してくださったんですけど、うん、僕があのそれだけ見て見方が変わったんですよ、うん、これは映画の話じゃないぞと、おうおう、これは僕らの映画の話なんだけど僕らにも起こってることだと、うん、これ人が変容して自分の使命を生きていく物語で、そのためには愛と仲間が必要だっていう話なんですよね。なるほど。だから自分の人生で置き換えれるんですよ、うん、だから神話ベースも いろんな人が解説も考説もしてるんですけど、うん、いわゆるいろんな要素が量子力学とか、うん、いわゆるキリスト教の教えとかいわゆる宗教的な教えとか神話の物語とか、うん、多分古事記もあると思うんですよね、うん、でいろんなエッセンスがあるんですけど、僕が改めて前回マトリックスナイトっていうのをやるにあたって、うん、改めてそういう伝えるって観点で見た時に一番僕なんでこんなに響くんだろう、何回も何回も見ちゃうんですよ、うんうん、映画の話全部分かってるのに。だってまさくんさ、はい、もう100回弱 ぐらいは見てるって言ってさじゃあ80回見たのって聞いたらさ十何回やったいやちょっと大げさに持っちゃいましたね。ちょっとグリーンズ盛る傾向ありますよ。でも俺、はい、そんな、はい、あ、よっぽど好きなんだ、よっぽど好きなんだなっていうのが、はい、それ伝わってきた。マジですか、昨日話してきて、うん、伝わってきた。マジですか。いや本当に好きで僕止まらなくなるんですけども、うん、あの何が僕個人的になんで僕こんなに響くんだろうって、うん、ワンツースリー絶対トリニティさんの顔が好きとかじゃなくて、ね、あるかもしれないじゃあ美人ですからね、うん、でもそういうのを抜きにしてこう内側に響いたのは、うん、あれは特にワンの中で顕著に描かれてるんです、うん、
なんですけど、まあ、あの自分で決めるっていうのがテーマなんですよね。選択するっていうのが本当に出てキーワードとして出てくる、うん、いろんなキーワードがある中で、うん、選択あるね、選択するっていうのがあって、で、ワンの中でいわゆる主人公のネオがあのなかなか決めきれないんですよね。自分で決めきれない中で、はい、あの決める、自分で決める、俺はこうだって信じてるって自分の直感側で分かるんだっていうシーンがあった時、目つきとか全部変わるんですよ。で、あのマトリックスってサングラスが象徴的だと思うんですけども、あれの、あのそれをね、実はワンの中でサングラスが出てくるシーンってほぼ後半も後半なんですよ、ね、ネオがサングラスかけるシーンって後半も後半の、うん、もう割と終わりかけまでいかないですけど1の中の終盤ぐらいのところなんですよね、うん、なぜその対比がまた面白くて、ネオはマトリックスの世界から抜けてあの真実を知っていわゆる生まれ変わるような体験をして、うん、あの行く中で救世主だって周りに言われるんだけどピンとこないし、オラクルっていう預言者にはあの違うかもねみたいなこと言われたりとかして、うん、なんかいろんな迷いがあるんですよ、うん、その時の表情でマトリックスの世界に仲間と一緒に飛び込む時もネオだけサングラスしないんですよ、うん、あのよく見るとあるんですけど、うん、みんなサングラスしてるけどネオだけサングラスしなくて、うん、で迷ってるシーンの象徴なんですよ、うん、でもある時からサングラスをかけ始めるんですけど、うん、それはいや俺はモーフィアスを救いに行くと、俺ならできるって分かるんだって言って、マトリックス世界にカチャって一番危険な状況に、エージェントしかいない行ったらすぐ捕まるような状況の中に分かってるのに、俺はできるって信じ始めて行ったシーンで、マトリックス世界に入ったシーンの次のシーンからサングラスかけてるんですよ。あ、なるほど、ね、要はこのでそのサングラスっていうのは僕が決めたそう決めた、いわゆる一つのサイン、うん、象徴を分かりやすくレオがサングラスをかけて、でそれは僕はあの世界でサングラスをかけてるのって、うん、エージェントのスミスとかと、うん、いわゆるエージェントスミスとかその中連れと、うん、連れって言ってから分かるんですけど、うん、あの彼らの真実を知った仲間しかサングラスかけてないんですよ。マトリックスの世界で真実を知らないものはサングラスかけてないんですよ。要はそれはこの真実、このフィルターをかけるという意味だと思うんですね。真実というのはフィルターをかけて、この盲目のマトリックスの世界で俺らは真実というフィルターをかけるぞという意味のサングラスだと思うんですよ、あれは。だからそういうフィルターというよりも真実のフィルター、そうそう、だから騙されないぞという多分そういう意味の、わからないですけど僕はそう感じたんですよね。だからネオがまだ知ったはいいけど、なんかまだ自信がないときはかけれてないんですよね。なるほど、覚悟は決まってないというんですよ、うん、でもう一つ覚悟は決まってない、内面をサングラスで表してたのね、だと思うんですよ。あれすごい象徴的なんですけど、ネオがかけるのは割と後半なんですよね、うん、だからであとやっぱり黒っていうのも多分大事で、黒っていわゆるあの周りから影響を受けない色の象徴大事です、うん、カラーセラピーとかいう人は多分詳しいと思うんですけど、うん、あのアーティストとかあのいわゆる表現者でいわゆる黒い服着ること多いんですよね、うん、それは周りからの影響をカバーすると守るって意味があるらしいんですよね、うん、カモフラージュとかも、だからそういう意味ではそういう衣装が黒が多いじゃないですか、うん、まあ、白いやつ着るやつもいるんですけど、うん、インナーは黒だって言うんですけど、うん、そういうあらいい意味もあるんじゃないかなとか、でもう一つ自分で決める、選択するって覚悟を決めるっていう、うん、瞬間に流れが軸が変わるのがあの映画の多分醍醐味だと思うんですけど、それを象徴するシーンがあって、うん、あのネオがいろいろやっていく中でモーフィアスっていうあのネオの覚醒を助ける、うん、前も話したんですけど、モーフィアスっていうのはアラビア語かどっかの神様の意味で、ね、夢の神様なんですよね、うん、だから夢の神様がネオの眠りを覚ますんですよね、うん、夢から覚ますっていう役割、うんうんね、使命に使命が隠れてるんですよ、うん、でモーフィアスがネオの眠りから覚ますお手伝いをして、その時何度も言うんですよね、自分で扉は自分で開けろと、うん、何度も扉は自分で開けろって結構ワンの中で出てくるんですけど、扉は自分で開けろって言われるんですけど、ネオがオラクルって預言者に会いに行く時に、ね、これねすごい象徴的なんですけど、うん、ネオが扉に手をかけようとするシーンになるんですけど、その時、うん、開けれないんですよ、向こうからカチャッと開いちゃうんですよ、うん、要はその時まあネオ自分で腹決まってないから、うん、自分で扉開ける準備ができてないっていうシーンの現れなんですよね。なるほどね、そういう細かいところね、そう描写がめっちゃ細かくあって、でも、ね、その覚悟を決めて、はい、はいはい、はい、いいですか、覚悟を決めて、うん、そういわゆるサングラス前後ですよね、かける前で覚悟を決めたし、後からはバンバン開けていくんですよね、うん、2、3でもバンバンドア開けていくし、なんなら蹴飛ばして上げるぐらいなんですけど、うん、そんぐらいなんかやっぱり生まれ変わっちゃうと腹を覚悟を決めるって、あとは自分で決める、うん、僕ってなぜだから響いたかというと、僕自分の人生を聞かれたら、僕自分の人生の前半で自分で決めないってことをやってきたんですよね、うん、自分は間違ってて周りが正解、外側の人が正解、みんなの言うことが正解ってやってきて、それで苦しんできたんで、あ、
自分の直感信じていいんだ、自分で決めていいんだ、逆に言うと自分の中にしか正解はないんだっていうのが今分かる、腑に落ちてるからすごい響いて、だからまさにネオにもそうなんですよ、いろんな人周りが言うけど自分の直感を信じるんですよね、俺には分かるんだって言って、そしたら目つきが変わるんですよ。なるほどね。これ今更だけど、遅いけど、ネタバレ中、ネタバレですか。そうですね。今から言った方がいい。まあ20年前の映画なんで、まあ大体見てると思うんですけど、一応、大丈夫、はい、まあ、もう、新しい映画ではないんでね、はい。ネタバレし尽くして、ネタバレしかないネタバレです。もうだいぶ僕ね、頭の中でも映画の芝描かれてるのシーンが、そういうふうにシーンがあるんですけど、あと、もうちょっと、まあ、トリビア的になっちゃうかもしれないですけど、これね、終わりに、始まりに全部答えがあるんですよね。で、マトリックスの1の最初のシーンをよく見てもらうと分かるんですけど、これね、映画って、ひせいさんから教えてもらった話であるじゃないですか、監督、ニューヨーク在住の監督でしたっけ、映画監督とお知り合いの方がいて、めちゃく何百時間も撮るけど、そうそう、2時間ぐらいしか、そのだから1秒も無駄なシーンはないんだよって。1秒も無駄なシーンはない。入れられないっていう話あるじゃないですか。っていうことは、何気なく映るシーン絶対無駄なシーンなんてないんですよ、で結構数値がやっぱりそれを表してて、で前も話したんですけど、トリニティっていうのは3って意味なんですよね、でトリプルもトリじゃないですか、で3位一体って意味があるんですよ、でネオは1なんですよ、ネオはあの順番変えると NEO は O を前に持ってくると1になるんですよね、1っていうことで、でこれは表向きというか分かりやすい例だと一つにするとか、救世主のオンリーワン的な意味かと思いきや、ネオは一切救世主になろうとしないんですけど、これは世界をワンネス的な多分ワンで意味もあると思うんですよね、でそのためにはトリニティが必要で、で三位一体の世界を作っていくんですけど、そのトリニティがマトリックスの一番最初のマトリックスの中で一番最初のシーンが303っていうホテルのバーンってシーンが飛び込んでくるんですよ、でその扉を開けたあの敵側というかね、エージェントとかのその敵、いわゆるネオたちから見た敵の存在が扉を開けた時に、トリニティが座って、いわゆる通信してる状態、いわゆるそういうところから始まってトリニティが戦うシーンから始まるんですけど、それはトリニティの3を表してるんですよね、でちょっと行くとネオがまだミスター・アンダーソンと言われる、まだ夢から覚める前の時は、ネオの部屋番号が あるんですけど、101なんですよ、それはワンっていうネオの、意味を表したりするんですよね、だからでそれがマトリックスの1を見ていくと、最後は最後のシーン、ネオが撃たれて一度死ぬ体験をするんですけど、そのシーンは303号室で、トリニティがオープニングで登場した同じ部屋にネオは飛び込んでって撃たれて生まれ変わるんですよね、だから終わりに全部その303で始まって303で終わってネオが1になっていくんですけど、そういうふうに数字的なにも意味全部持たせてる、名前と数字はすっごいヒントを隠してるわけね、そうであってよくよく見るとなぜか3っていう数字結構出てくるんですよ、ホームでネオとエージェントスミスが戦うシーンがあって、それはまた素敵なシーンなんですけど、結構ネオがピンチの時にさ、エージェントスミスはずっとミスター・アンダーソンって言うんですよね、多分ネオっていうこと認めたくないと思うんで、ミスター・アンダーソンって言うんですけど、違うと、俺の名前はネオだって言い切るんですよね、その時の目つきはもうすごい力強くて、で、まあ、今まさくんの方もそういう、はい、じゃあもうちょっと見すぎちゃってるので、ちょっともうその世界に飛び込んじゃってるので、でそれでホームから現実の世界に戻るために、通信してる間にネオがホームから出るシーンで、なぜかホーム番号の3っていう数字がまた出てくるんですよね、そうやっぱり3っていうのはすごいキーワードで、だってネオ読んでた本3秒セラピーだった、ね、あマジかそうかそんな世界中に広がってたんだ、まだデビューしてないはずなんだけどな日本語版読んでるマジっすか、日本語版しかも愛国心日本好きなのかな、でもキアヌ・リーブス日本好きだから、ね、あそうですよね、でその3っていうのはまた奥が深くて、このさっき言ったトリニティとネオがすごく大事で、これ三位一体っていうのがトリニティっていう意味なんですよね、アラビア語だと、ね、マトリックスにおいて三位一体っていうのはその仮想現実、そうなんですよ、リアルな世界と、あともう一つマシンシティってあるんですよ、マシンシティか、いわゆるマシンシティ、そう3に出てくる、そうマシンシティが全部、作ってる、いわゆる仮想現実も、まあ、いわゆるマシンシティと仮想現実マトリックス世界とザイオンとかが、本当に人間が住んでる世界が今まで全部争ってたんですよね、要は言い悪いというかね、二元論だったんですけど、ネオがとトリニティがそれを最終的に第三の道を描いていくんですよね、どっちかが生きるか死ぬかじゃなくて、三位一体の世界を
2人で作っていくんですよね、でそのシーンが大あの2と3でよく描かれるんですけど、2と3って割とエンタメ要素が多くて、多分、うん、生地世界中で広がっちゃったので、多分、うん、ハリウッドのなんかその戦うシーンとかアクションシーンが有名になっちゃったので、うん、多分2、3は多分そういう意図もあったんじゃないかなと思って、そういう期待に応えるっていう意味では割とアクションシーンが多いんですけど、その中でもすごい深いエッセンスがあるんですよね。いわゆるアーキテクトと呼ばれる設計者と、設計者、ね、そう、アトリックスの世界を作った設計者と対話するシーンがあるんですけど、うん、お前は6代目の救世主だと、うん、過去もあのみんな同じように選んできたけど、でここでまた選択を迫られるんですよね、うん、お前はどっちを選ぶと、うん、散々いろいろ対話していくんだけど、のまあ、あのキーメーカーとかって重要な人物もいるんですが、うん、ちょっとそれ端折りますけど、うん、あのその時にネオは選択を迫るんです、うん、あの右の扉を行けば、ちょっと右がゲームすると逆かもしれないけど、右の扉を行けば人類をなんか救うというか、全人類を救う、うん、でもアップデート生まれ、うん、なんか世界を書き換えるというかね、うん、今までの救世主こっちを選んできた、うん、左の扉を行けばお前の愛してるトリニティのところに行けるかもしれない、ただ、うん、あの滅亡する、全人類は滅亡するだと、うん、お前はどっちを選ぶと、うん、あれ右がそうじゃなかった、右でしたっけ、最後右行くんだよね、あ、じゃあ右でしたっけ、じゃあ右が右がだとしたら右開きはかもしれないですけど、うん、そういう選択をする中でネオは迷わず、うん、トリニティを救う方へ行くんですよね、うん、でそれすごい、ポイントなんですよ、ポイントなんですよ、うん、でそこにワンって意味もあるんですよね、すごいポイント、もうまさくの目がするとか確定しちゃってみたいなポイントだ、そう、そこにポイントがある、さっき言ったネオはワンなんですけど、うん、オンリーワンじゃなくて、多分たった一つの愛を選ぶんですよね、うん、全人類を救済じゃなくて、たった一人を愛する道を選ぶ、愛するトリニティを愛するっていう、そのワンなんだ、そう、そのワンもあるんですよ、で、うん、これ大事なのはまさくんよく考えたね。よく考えたね。よく考えたね。脚本僕だったんだ。オーシャウスキーだと。今、はい、脚本が自ら種明かししてるっていう番組だからね。20年を経てね、新しい映画が出るからね。オーシャウスキーさん頑張ったね。でもめっちゃ日本語流暢だな。うん、でも、僕はそう思うんですよね。で、うん、それは、これは大事なのは、これ、多分、ネオにとって本心なんですね。ネオが心から思う道がそっちだったってだけで、うん、心から全人類を救う方を選べたらそれでいいんですよ。うん、だから、綺麗事で、やるんじゃなくて本当に選びたい方を選んだってことが大、うん、純度 100% で選んだのがトリニティを救う方、理屈を超えて、そうそう、理屈を超えて本当に本選びたいことを選べと、選べと、うん、でこれしんちゃんの生き方にも通じると思うんですよね、 あのフグ屋さんにも、ね、フグ屋のしんちゃんにも、うん、だから何をするかっていう行動よりも、うん、やっぱりなんか全人類を救ったらヒーロー感出るじゃないですか、うん、救世主感出るじゃないですか、うん、周りの期待に応えられる感じゃないですか、うん、そうじゃないですよね、うん、一切周りの声じゃなくて自分の中にある本当の気持ち、うん、純度 100% の気持ちで選べと、うん、そしたら設計者的にはなんでと思ったんですよね、うん、おかしくねと、うん、あのと思ったんだけど、ネオは選んで結果的にあのたった一つの愛、自分の中にたった一つの答えを、うん、そのネオなんワンなんですよ、ネオで、うん、これは同時に実はトリニティも、うん、あのトリニティサイドの物語もあって、うん、トリニティも迷ってるんですよ、うん、オラクルにあなたを、まあ、心から愛した人が救世主よって言われるんですよ、うんうん、でもネオはネオで救世主、あなたは救世主じゃないかもって言われたりとか、ネオは、はい、あのオラクルさん、はい、あのオラクルおばちゃんに、いい線言ってるけど、うん、違うよって言われる、ちょっと違うかもねみたいなって言われたりするんだけど、うん、でもトリニティにはトリニティであなたの愛した人が、うん、あの救世主よって言って、うん、ネオと言わないんですよね、うん、でその時にトリニティもネオと出会って、そこも深いと思う、そう、なんか自分が決めるっていう軸が走らせながら、そうそうそう、愛する人を、はい、のその視線も同時に描いていくっていうのがあの映画深そうだと思 う, だから自分でだから愛の話なんですよ、うん、これアインシュタインさんが、うん、サインかって言うと短くなっちゃうけど、うん、アインシュタインが娘さんに送った手紙ってあるじゃないですか、いろいろ研究して分かったことは愛だけが軸を超えていくと、うん、この無限のエネルギーがあると、インターステラでも描いてる世界観、愛が軸を超えられる唯一の重力に乗っかっていける唯一のものだっていう、うん、でね、その世界なんですよ、うん、でそのこともあのマトリックスさんが描かれてて、うん、でネオが一番ちょっと話ワンとか行ったり来たりしちゃうんですけど、ワン、うん、の中で最後撃たれて、うん、もういわゆる死ぬんですよね、うん、その時にマトリックスの世界じゃなくて現実の世界ではネオが撃たれてやばいってなってるね、うん、あのプラグインつながってるネオに、うん、でトリニティがそこで決めるんですよ、うん、トリニティもそこでようやく腹を決めるんですよ、この人が救世主、あなたは、あなた愛した人が、私の愛した人が救世主だって言われたら、もう私は迷わないって言って、愛してるわって伝えるんですよ。迷わないって言うんだっけ？そう、確か言ったと思います。ああ、そうなんだ。そんなに、ちょっと違うかもしれないけど、でも、うん、あなたを愛してるって言葉にして、あの、キスをするんですけど、うんうん、だから愛が仮想現実に届いて、
量が控えるんですよ。なるほどね。時給を超えるんですよ。あ、本当にそうだね。はいはい、階層違うもんね。そうそう。だから違う世界なのに届いて、愛、うん、届くのね。そう、愛が生き返っちゃうもんね。生き返って、そしたら見える世界が変わって。うん、よく紐解いたね。いや、めちゃくちゃ好きなので。で、それで、すごい脚本考えて。脚本どうもありがとう。オシャンスキー・マサと申します。2本目、マサと申します。そういう、で、いわゆる愛なんですよね。愛の力で、うん、世界を変えれる。たった一人の愛を貫いた、うん、まあ、本心を貫いた結果、設計者も予想しなかった世界。なるほど。で、そこで、うん、なんで人類はこんなに愛を大事にするのって、うん、なんでこんなに機械側がそうそうおかしなんでと思うんですよね。AI がそうなんでどうして愛を選択し続ける人類を、うん、もう理不尽だって、うん、そのね、うんうん、その不思議でたまらないですよね。なんか あの映画の中でさ、はい、目的のないものは存在できないって言うけど、そうそうそう、うん、その愛を選ぶ人類が、うん、その理不尽すぎて。なんで AI 側は最初理解してないんだよね。理解できない。でもあんまりにもなん過去の救世主もなんかやるし、人間なんでこんなに人を愛を大事にするんだろうということで疑問に持ち始めて、うん、でそれはだからネオがそれを選んだから、うん、なんでと思ったと思っていうような世界観が描かれて、うん、でそれで最後の3の最後の方で今度マシンシティのエネルギー体というかマシンシティと対話するんですよね。うん、なんでだ、お前の望みはなんだって言って、うん、ただの平和ですとかって言って、うん、そこに描かれるシーンがあるんですけど、それでやってじゃあお前に希望を託すと、今、うん、エージェントスフィンクスがもう氾濫しちゃって、うんうん、マトリックス世界やばいことになってるから、もう増殖しちゃってるもんね、増殖しちゃって全部エージェントスフィンクスになっちゃってるから、うん、初めて今まで対立してたマシンの側のものがザイオンとの争いも一旦やめて、うんうん、じゃあお前に託すぞと、うん、ここで初めて対話と理解が生まれたんですよね。だから AI 側とね、そうそうそう、うん、そういう人間とか AI を超えて、うん、対話して理解して希望を託すんですよね、うん、AI が。でそして戦いのシーンで、アントリックスって結構世界って雨がすごい多いんですよね、うんうん、暗闇とかあと無機質なんですよ、うんうん、でこのちょっとまた話それますけど、ちなみにトリニティとネオが、うん、トリニティとしてちゃんと出会う、いわゆるクラブで出会うシーンとは別に、うんうん、ネオがちゃんと決めて、うん、なんかこうマトリックスの知りたいっていうので選ぶときに待ち合わせするシーンがアダムストリートなんですよね。これはアダムとイブの多分オマージュだと思うんですね。だからいわゆる世界を作るじゃないですか、アダムというのは。いわゆる禁断の見てた真実の世界だと思うんですけど、それでアダムストリートってわざわざアダムストリート出るんですよ。よく見てるね。でアダムストリートで車に乗って、うん、トリニティが座ってて、でなんかまた見たくなっちゃった、ね、そうスイッチって女性がこうカチャッと銃向けるんですけど、ちょっとどういうことってなって、うん、だからネオまだちょっと混乱してるので、うん、まだネオになる前なので、うん、やだやだって言って、じゃあお前もう時間がない早く決めろって言って、ドア開けられて、うん、扉を開けて今すぐ降りるか、でもその向こうには絶望しかないぞみたいなこと言われて、うん、ネオは分かったって言って、そこも選択なんですよね、うん、真実を知る道を選ぶんで、それで、うん、っていうのがちゃんとトリニティとしてある意味ちゃんと出会うのはアダムストリートなんですよね。あ、なるほどね。そういうのもちょっとあれだった、まあ、ちょっとおこぼれ話ですけど、要は世界を救う2人がちゃんと出会うのがそういうのがあって、でその2人がマシンシティに一緒に行くんですよね。で目は目見れなくなっちゃって、うん、いわゆる心の目みたいになっちゃって、うん、でそのトリニティが助ける、うん、でマシンシティに向かっていく中で、もうマシンがバーっていっぱい来るから、うん、こう一旦上だって言って、ネオが、うん、上にグーって暗闇雲のね雲を抜けた、うん、バーンって抜けた時に、うん、一瞬だけすごい綺麗な太陽と空の美しい飛行機乗ったらね、うん、よく見れるシーンになった時に、いわゆるザイオンというかトリニティを見たことないんですよね、うん、マトリックスも描かれてない世界、うん、でザイオンの人たちは もう雲に覆われてる、うんうん、人間が招いた結果ね、うん、もう光を見ない生活になって地下に潜ってる、うん、初めて見た太陽と美しい光を見て、うん、トリニティがボソッとビューティフルって言うんですよね、うん、美しいって言って、うん、またブワーンと降りてマシンシティに行くんですけど、うん、でそれで最終的に戦ってネオがその、ね、まあ、スミスをね、ネオとスミスはねもう一体なんですよ、陰と陽の、うん、対比なので、うん、それでまあ統合していく戦って、なんかネオが救うんですけど、うん、で最後のシーンよく見てほしいんですけど、これね実はワンとつながるシーンって。どうもサインチェント改めオシャンスキーマサです、いやー随分盛り上がってしまいましたが、ちょっと長くなってしまったので、この続きは来週お届けしたいと思います。来週もですね、マトリックス1,2,3、新しい映画はまだこの時点では見てなかったので、1,2と3の
についてちょっとまさかね紐解いていきますので、後半来週もぜひぜひお楽しみにしてください。ではでは、また来週ありがとうございます。めっちゃええ。